はい、どうもこんにちは、プロボーラーの水尾です。いつもありがとうございます。今日はね、少し遅れてしまいました、申し訳ございません。サイボールの2月のメンテナンスパターンを投球してみたいと思います。オイルのは24ミリぐらいありました。いつものサイボールに比べて若干多いですね。はい、24.7 ミリなんで、普段22ミリぐらいなんでね、ほんの少し多い、外に多いです。で、レーンコチも長さは44フィート。いつもよりちょっと長いです。ちょっと長くてちょっと多いメンテなんで、攻略の仕方によってはむちゃむちゃ投げやすいと思います。で、今日ね、もうちょっと2ゲーム、3ゲームぐらい投げた後のレーンなので、少し外は削れてるのを前提に投げてみたいと思いますのでね、今日はサラではなく、フレッシュではなく、ちょっと投げたレーンということを想定して、皆さんにお披露目したいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。それではご覧ください。どうぞ。はい、ということでいきたいと思います。ボールはね、ブラックイドーダークネス。最近このボールの立ち上がり方がね、気に入ってるんですよね。はい、行きます。はい、テンボードぐらいから出しに来ました。おーし、あそこがスタートはちょっと早いんですよ。ですので、今のところ投げたら最初は抜けるかもわからないけど、まあ、僕今スピードも抜いてますし、ちょっと削れたところへぶつけに行ったので、今ぐらいの返り方してくれるんですけど、スピードのゆっくりしたボーラーなら今のところがスタートで投げれるかもわからないっていう感じですね。はい、じゃあ次ね、少し中目を出さないように、先より出てないよね、ボールね。はい、あそこ投げると44フィートを感じるので、天秤が飛ばないんですね。はい、スペアはね、結構44フィートボール流れていきますからね、いつもの被災に比べると先まで行っちゃう感じがする。これでもね、当たるんですよ。今ちょっと打ちミスなんですけど、流れてってくれるんです。よし、じゃあね、パールはパールでもちょっと強めの曇ったパールということで、インフィニットフィジックスのね、2000番サンディング、ちょっと投げてツヤが出てきてます。さっきみたいにちょい出し気味で、出し気味で緩い緩い、倒れたちょっとメリハリが少ないかな。ブラックウィザーに比べるとちょっとコアの起き上がり感がじわーっとした感じがしますけども、逆にインフィニットは真ん中絞れるかもですね。こういう感じの方がいいかな。ああ、ピンアクション出ましたね。曲がってないのにピンアクション出るのがフィジックスやと僕の中では勝手に思ってます。先の動きを求める球ではないかもですね。はい、じゃあね、やっぱり投げ手としてはやっぱり今日はブラックウィドウの方がメリハリを感じて気持ちがいいので、今日は攻める方ね、どっちかというとインフィニットの方が安定感があるので守る方っていう感じがするんですけど、動きはブラックウィドウでちょっと求めに行きたいかなと思います。こうやってちょっと動きを出したい、出しすぎた出ちゃいましたけど、今のは曲がったら気持ちいいんです、僕の中では。よし、でちょっとこれね、あえて今日は真ん中をスペアボールじゃなくて一投目のボールでスペア狙いに行きたいんですけど、自信はないんですけど、これぐらい球行くんですよ、真ん中はっていうところだけ見せときたいかな。
ピュー、はい何も曲がってへん、ピューって行きました。はい、真ん中のオイルはしっかりあるんで今月は。はい、で何本か投げましたって言うて、まっすぐ1球も投げてないんで、かなりオイルを感じましたね今ね。はいですね、べったりついてきますオイルが。よし、ということで44フィートなんで正直ピンアクションは出にくいタップの嵐になると思われますが、しっかり攻略をしていきたいと思います。ちょっと中目行きましたよね、タップの嵐ですよ。はい、被災ボールの皆さんね、今月ピン倒れへん倒れへんって多分嘆くと思いますけど、私プロボーラーでも倒れませんから、その辺だけねみんなでしっかりスペア拾って、チャンス少ない、少ないチャンスのダボをもぎ取りましょうよ。はい、スペアいきます。はい、OK。本当にね、天秤取れないと 今月は手にならんよ。ピン倒れへんな。もう一回ブラックウィード投げて倒れへんかったらインフィニット投げようかな。曇ってんのもありですけどね、今月は。よし、じゃあ痛めにまっすぐぐらいのイメージで。まっすぐ目どう？おー、いいかも。8、9ぐらいを5までの間に収めるのもありかもね。まあ、ブラックウィドウならですけどね。だからコアの強い中間性ぐらい。これ対象コアもいいかもわかりませんね、ひょっとしたらね。はい、でも僕はコアが非対象のが好きなので非対象投げてますが、マーベルとか持ってきてもいいかもですね、今のところやったらね。ワンモア行きましょう。あー、ちょっと出ちゃった。ラッキーショット、ラッキーショット、ラッキーショット。よし、今のところインフィニット行きましょうね。よし、インフィニット行きます。こいつもちょっと、こいつじゃ、こちらも狭め、狭めに。狭めにどうですか？おー、セーフ。カバーが強すぎるんかもね。もっとインフィニットしっかり転がってしっかり来るような気がするんやけど、今のを見てる感じではちょっと手前でキャッチしちゃってる感があるかもですね。はい、スペア行きます。これでこのスペアで分かるよね、どれぐらいゆっくり投げたら噛むか。やっぱり噛んで随分緩いね。まあ、レイアウトもレイアウトなんです、どっちもね、手前で止まるレイアウトのボールしか今日持ってきてないんで、44フィート僕の球勢いよく投げすぎると抜けまくるんで、なんせコアでブレーキ止めたい止めたい止めたいというレイアウトしたボールばっかり選んでるんでね。はい、じゃあテンフレ行きましょう。これぐらいかな。やってしまった、テンフレミスってしまった。外に触れると危険地帯があることを皆さんにお見せしてしまいました。
はい、2本行きましょう。はい、2本。はい、ということで今日192点でした。悔しい。ちょっとそのようにね、壁ができすぎました。けど、まあ、中のルールをたどるとほとんどポケットには行きます。倒れる倒れないはその時のスピードと回転とボールのチョイスは大事になってくると思います。ちょっとね、カバーのちょっと強めのボールを選んでいただいた方がいいので、もしサイボールでこれボールなんか買おうかなと思ってる方は、結構オイルついたも並べてありますんでね、ぜひ今が狙い目かも分かりません。よろしくお願いします。はい、ということで本日の内容よろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。